花尾芳郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾芳郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。金尾芳郎の音楽魂、今日も楽しくやっていきましょう。まずは松下としみさん。はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。勢い余っちゃいましたね、今日は。ね、今日はもう若い子がもう興奮しちゃうダメだね、おじさまねえ、はいはい、今日はね、僕の、まあ、生まれ故郷、まあ、筑豊なんですけども、筑豊からね、ご出身が田川というね、はい、ご紹介しましょう。赤太郎さん、はい、赤太郎、よろしくお願いします。こんにちは。わあ、筑豊筑豊やろ。筑豊でございますはい、ね、なんか今回はな、うん、ライブかなんかで来たの。そうです、9日からライブで、ね、今日が最終日になります。あ、そうかそうか、 3days で、はい、ね、後でね、ゆっくりそのライブ情報をね、はい、お聞きします、はい、まずね、ご紹介しましょう。これ CD の中からね、一曲聴いていただきましょう。音楽が好きだ。進行しびれるとかギブソンが渋いだとかよくわからない。こないだ行ったギター屋さんの店主の知識が薄いとかマニュアル通りのひけらかしもう飽きました。でも心がしびれたあの日のように私にとって価値あるものひたすら探すの。ああ音楽が好きだ、ああ歌うことが好きだ、それだけで歌ってはいけないのでしょうか。
はい、いい曲じゃない。お願いします。ありがとうございます。この行き当たりばったりっていうタイトルがいいね。これ、ね、アルバムタイトルですね。そうです、アルバムタイトルですね、これね。で、今の曲は、うん、音楽が好きだっていうね、はい、これはあの VTR 見ましたけどもね、なかなか、うん、MV なんかミュージックビデオね。ミュージックビデオ、そうそうそう、はい、あれ素晴らしいよね。ありがとうございます、ね、嬉しいです。お知り合い？あ、そうです、もともと映画を作りたいって言ってた監督さんがいて、うんうん、その方が、博多の、あ、そうです、もともと出身博多で今東京にいらっしゃる方なんですけど、うん、あ、そうなんだ、はい、まだ本当に私より1個下ぐらいの若い子なんですけど、若いの、あなたって失礼ですが、はい、おいくつになられるの？あ、29でございます。 29? はい、20代よ、ギリギリ、ま、29? ギリギリやらせてもらってます。ね、落ち着いてるね、しっかりしてる感じがします。落ち着いてるよね、でもその割に。でもそうだね、ほんとしっかりしてるよ、うん、俺29の時だって、はい、まだその続きは、うん、まだね、俺のことはいいんだ。いやいやいや、ね、はい、でそれでその映画監督さんが初めてちょっと短編映画を作りたいって言って、うん、書いた時にずっと曲を聴いてて、たまたま私の曲がすごいいいって言って使わせてもらえませんかっていうので、うん、その短編映画を作ってくれた、その映像を撮ってくれた人が、うん、さらにこう MV とか、うん、この素材を使ってっていうので、もともとある映画の素材を使ったミュージックビデオになってます。あ、だからいいんだ、あ、そういうことなんだね、はい、かかだから割とね、なんかいい感じでね、うん、あ、ありがとうございます、作れてるからすごいなとか思って。いや、本当にそんなことよく、俺作ったことないよ。めちゃデビューしたことあるけど。29の頃はどうしてたんですか？だから29の頃はね、歌ってたけど、うん、そう、22の時にもう昭和で歌ってたからね、俺、わ、長渕剛とかすごい、はい、俺は火曜日歌ったりとか、はい、そう、まあいろいろね、やってたかな。それでそうだね、もう東京にいらしたとき、だってデビュー、29はいた、もうデビューしてたから。 あ、うん、あ、そうなんですね。あなたが生まれるもん、うんうん、どれぐらい前ですか？毎日。あー、なんかこう、なんかこうクラクラってめまいがした今。30年ぐらい。あ、ギリギリギリ、ね、30年ぐらい。そうだね、いや、デビューだって42年だから。そうだよね、すごいですよ。なんか若いっていいね。いや、しかしね、この気合が入っとるね、これ、田川の筑後の女やろ。そうですね、ハスキーでいい声してるね、ありがとうございます、声がね、声もしっかりしてるしね、はい、素晴らしい。白浜久志さんがね、はい、よろしくっていうことでね、メールまでいただきましたよ。本当にお世話になっております。師匠ですかね。はい、もう本当にいろいろと、失礼のないようにね。いや、本当ですもん、はい、まあ、やっぱりね、常にね、謙虚な気持ちでいないとダメよ。はい、勝手にながらこういう感じこう、こうして俺めちゃくちゃ突っ張ってたからね、デビューした頃みんな敵やと思ったもん、東京のもんは。そうです、東京のもんって言ったら、ね、ほら、九州からさ、はい、出てくるっていうのが、いや、すごい気持ちは、それぐらいわかるやろ。わかります、ね、わかるんだ、うん、ちょっとわかっちゃいます。そういう気持ち、はい、やっぱそのタワーってこう力強い女性が多いねっていう話してたのさっきね。私知ってるだけで、だからこう3名みんなそれぞれ個性が強くて、この間一緒だったリーちゃん、ピアノのね、ピアノ、はい、うん、リーちゃんもそうだし、みんなすごい人ね、素晴らしいよね。なんかね、ちょっとこう根性ダイナミックやね、本当にそうなんですね、なんていうか、うん、根性があるっていうかね、素晴らしいよね。男はもうね、地区の男はもうろくでなしばっかり。俺は初めとして、いや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 、素晴らしい方いっぱいいますよ。違う違う、そう、すごいね、やっぱりね、うんうん、なんつうだろう、ワールドワイドというかね、感覚が広い感じ、うんうん、そういう方が多いね、うん、僕先輩もいるけど、田川、うんうん、出身 の、 女性の先輩、まあ、今ロンドンに住んでる方なんですけど、ね、はい、わ、すごい、うん、素晴らしいね、高校の先輩なんだけど、はい、素晴らしいよね、もう1970年代から向こうに住んでて、あ、すごいですね、もうロンドンの方が長いんですね。そうそう、生まれるずっと前、本当ですね、素晴らしい。俺だから招待されたのよ、ロンドンですか、うん、能型の歌をちょっと歌ってくれっつって、能型の歌、そうそうそう、能型そうなんですね、うん、招待されたことありましたね、6年ぐらい前かな、もっと前です、もっと前だ、10年近いでしょ、もう9年か、そんなのある、そのくらいですね、うん、そういうことありました、ということでね、今日、はい、赤太郎さんですけども、なんで赤太郎って、はい、俺博多のさ、キャバンビートの、はい、
の時にあの、はい、オープニングで歌ってもらったんだよね、はい、ありがとうございました。キャバンビートのね、その時初めてお会いして、まあ、それも白浜くんの、まあはい、プレゼンツということで、はい、キャバンビート2日間やらせてもらったんだけど、その時に出会ったのね、はい、で俺男かと思ってたの。そう、赤よろしくお願いします帰ってきてたの、うん、え、女やないなって言って、第一声が加納さんにお会いした第一声があれ女が第一声でした。そうだよね、名前のね、うん、記者さんさっき私伺いましたけど、あなた茜さんって言うんだよね。そうです、本名、綺麗な名前でね、可愛い名前ね、うん、茜なんですけど、うん、最初の頃になんか本名でやるのが、うん、ちょっとなんかこう自分を隠したいというか、ちょっとこう、うんうん、一個壁作りたいなと思ったのもあって、うん、でその時ブログとか流行っていて、で、うん、赤太郎っていう名前でやってたんですよね。ああ、それをね、ブログをね。でプラスあのひらがながすごく好きで、うん、まん丸い感じが、でそれであの赤太郎っていう検索しやすい名前にしようと思って、うん、そういう風になって替え時を見失って今です。替え時ね。いや、そうです、替え時が意外と見失ってしまいまして。なんかでも歌の世界を聞いてると、はい、そのなんだろうな、ちょっとどういうちょっとその目線がね、はい、見るところがちょっとやっぱ変わってるのと、はい、そのやっぱりこうなんかなんていうか力強さみたいなね、はい、ところがあるじゃない、はい、だから茜ちゃんっていうのはいいと思うんだけど、あ、本当ですか、俺はちょっとどっかのタイミングで変えようか。茜ちゃんに茜っていう、まさか茜ちゃんにするの。いや違う、中山筋肉みたいな感じになる。じゃあ茜ちゃんさんみたいな感じ、ね、いやでも多分そうですね、その時は多分草冠に西の一文字で茜なので、そうだ、ね、結構その名前が個人的にも気に入ってはいるので、うん、それもいいなと思ってるところですね、茜、うん、ちゃんね、はい、いいそれでね、あの今日ちょっと CD2 枚あの持ってきていただいたんですけども、はい、次の曲はね、これ「すいばり」っていうの、はい、これは何すいばり、いやこれがですね、あの、うん、手のひらに木のささくれがこう刺さったりとかする、はい、あ、はいはい、あの、うん、で私お父さんが大工さんなんですけど、よくその 木が刺さって帰ってきた時に、はい、母が針でこうほじくり返すっていうのを、はいはい、ほじくり返すよね。取るんですよ、でそれで吸い針刺さったっていつも言ってて、でこれは吸い針っていうものなんだって育ったんですけど、まさかの普通なんて言うんだっけ、わかんないな、ね、いやトゲが刺さる、あ、多分トゲが刺さるとか、まあね、ううと標準語だと、うん、吸い針っていうのはどこの方言なのが、一応ですね、あの筑豊北九州と山口なんですよね、吸い針。俺知らないよ。農家だよ。それ吸い針とか言ったことないよ。針で吸い取るっていうのかな。いや分からないんですよね。違うのかな。ただ一応調べたら方言で、うん、でこれ作った時方言って思ってなくて作ったんですよ。ちゃんと聞いてるからね。はい、で作って博多で歌ったら、うん、何それみたいな感じで言われて。それはあるかもね。吸い針って言わないよ。知らないよ。吸い針は知らないな。でももう歌詞の中に入れ込んでしまってたので、もう帰れずに。じゃあそれ聞いてみようか。うん、はい。吸い針。ちっぽけなんだろうと感情に
はい、ありがとうございます。これもなかなかスケール感があるね。水張り水張りか。今ね調べたちょっと調べたね、うん、山口県の方言って書いてある、ね、山口の方言ね、うん、水張りだ。北九州の方もなんか通じる、はい、通じます。俺の方が北九州やからね本当そうなんですよ。もう俺はもう東京長いけんくさ草って方言、方言やな、出らんたいねめちゃくちゃ博多弁草っていうんだね。草っていうの、ね、草っていう人いました、いました。そうです、そうです。まあね、今日はね、うん、あの田川出身の、はい、赤太郎さん、赤太郎さん、ね、うん、なかなかあのスケールのある曲多い、ね、そうそう、今ね流れてるパッパラパ、うん、パッパラパだっけパッパラパだよね、うん、なんかね聞くところによると、うん、令和の女目指すは植木仁志さんだってらしいね。いや、プロデューサー白浜さんから連絡いただきました。白浜くんから、うん、本当、植木仁志さんだって知ってるのと思ったけど、はい、ね、大好きですね。大好き、はい、あ、本当、私生で一回拝見したこと。本当ですか。 ものすごい静かでね、もの静かな方で、はい、あの紳士でね。あ、そうなんですね。でステージ始まるとあんな感じで、あ、そう、生で見たことあるんですね。京都会館もうあります。うわ、だってこの近くに、ひばりさん、ひばりさんのずっとついて、はい、スタッフで回ってたから、うん、それとは別の時だけど。あ、じゃあもうずっとすばひばりさんのステージも生で、うん、あ、生すごい、めちゃテンション上がってた。ごめんなさい、すごい本当に。だから その時代かな、そのあのひばりさんとか、まあ、時だよね、うん、ひばりさんとかも大天才ですよ、もう。そうですよね、すごいですもん。今あんなに歌える人いないですもん、うん、なかなかね。いや、すごいです。もうだってだからその人についてあのだって亡くなった後に生まれてるよ。だって30年経ってるんだから。あ、そうだよ、ね、あ、そうだ、そうか。だからもう生きてる時は知らない。なんでだって、ね、クレイジーキャッツとか知ってんの。クレイジーキャッツ、そうです、クレイジーキャッツ好きなんだ。いや、好きです。クレイジーキャッツさんとかドリフターズさんとか、うん、あと笠置静子さんとか、うん、結構あの60年代のあの、はいはいはい、ちょうど戦後。笠置静子さんの歌合いそうだもんね。なんかわかるな。わかる。笠置さんは大好きすぎて、うん、一回のど自慢に、うん、あの買い物ブギーで田川大会で、うん、応募したら出ました。出たの一応あの優勝はできなかったんですけど合格だけしました。すごいな、はい、あ、そう、そっち系の方だもん。そっち系かもね、はい、俺もだから江ノ県さんとか好きだから、ね、うん、あ、そうなんですね。そうそう、あのそういうのあるよね。あ、わかった、まあ、そういうことか、はい、イメージはあるある、ね、なんかこう戦後 の、 あのみんながこう一生懸命復興しよう頑張ろうってしてる、うん、その時の歌ってやっぱこうなんかエネルギーがあるんですよね。すごく 今とはまた違うこう人の気みたいなのがなんか曲に入ってる。それ俺が言うならわかるよ。お前20歳の小娘が小娘いや、ね、いや、すいません。いや、かもしれない。でもね、日本でほらいろいろ災害があったじゃないですか。地震だとか。そうですね。この方たちの年代はそういうことを目で見て分かってるから。なるほど。東日本だったりね、阪神とか、うん。違う意味のね。違う意味の知ってるんですよ、そういうの。結構時代がかなり変わってきてるというか、ちっちゃい時はまだこう昭和が残ってて、うん、でゆとり世代なんで、うん、あの政策も変わり、ゆとり世代ね。そうです、ゆとり世代なので。そうなんです。でもしっかりしてるね、ゆとり世代が結構、はい、あー、すごいね。でも雰囲気がすごくわかりました。そう、わかるよね、うん、ということで、はい、今日ね、早速ライブ、はい、今日はね、なんだよね、はい、ドキドキしますね。あ、ライブっていうか生歌をちょっとね、生歌を、はい、うん、で曲聴いてみようかな。はい、うん、分かりました。あの、そうだよ、普通はピアノなのね。普段ね、本当ピアノ、ピアノです。もうそれだけ、ちょっと今日かわいそうに、あの知り合いからギター借りてきたらしい。そうなの、はい、それ根性あるね。すごいよ。そうです、うん、じゃあ1曲、うん、ちょっと元気な曲からお届けしようと思います、うんうん、先ほど紹介があった行き当たりばったりっていうアルバムの中の一番最後にある行き当たりばったりという曲を、うん、はい、いいね、お届けいたします、はい、それでは聴いてください。行き当たりばったり。知りたいだけ、何もかも手放して真っ白になりたいだけ。
話どうすればいいかを諦めてるだけ。無理だと決めつけては自分を追い越せず、悩みすぎて10円ハゲができた。それなりにやりたいことは決まってる、大それたことではないけれど、休日は映画見たいだとか、ゲームやりまくりたいだとか、ネイルをきれいにしてたいだとか、部屋を片付けたいだとか、布団カバー変えたいだとか、昼からお酒飲みたいだとか、通販で高級なチョコレートを取り寄せたいだとか、アラーム切って寝てたいだとか、それなりでいいのさ、一つずつ幸せ噛みしめて生きていこうぜ。それなりでいいのさ、一つずつ幸せのかけら噛み砕こうぜ。それなりでいいのさ、一つずつ幸せ噛みしめて生きていこうぜ。それなりでいいのさ、一つずつ幸せのかけら噛み砕こうぜ。生きてるだけで楽しめたもん勝ち。ありがとうございます。わあ、いいね。いいね。全然ギターもいいじゃないですか。本当ですか。前前、いや、そんでもない。それは絶対。いやいや、本当はね、ピアノの弾き語りでね。いや、本当は。ピアノはやっぱりクラシックをやってたんだって、ね。そうです。7歳からちょっとだけクラシックをやってて、中学2年生までやっておりました。はい。普段はピアノを弾きながら歌って、はい、弾き語り。すごいね、7歳からだよ。うん、そうですね。俺もう、7歳の頃は。はい、ノンガードの土手で、蛇捕まえたりする。すごい、蛇捕まえれるのすごいです。カエルとかさ。ね、カエルいますね、いっぱい。習い事とかしたことないよ、そろばん以外。そろばん知ってる割にはさ。願いましては。そうそう、あれが、金勘定できないの、俺。そろばん。頭にこう浮かばないです。いやもうね。まあそういう話はあれだけど、ね、はい、面白 い, いあの歌面白いね、うん、なんかね、今だから思い出した宇宙天っていうバンドがいてね、昔小林くんって今あのあれよ、ケラリーノサンドロっていうもう劇作家みたいなのやってるんだけど、まあ、あなたなんかやってたの、うん、そう、そのバンドプロデュースかなんかプロデュースじゃなくて、はい、そのスカウトみたいなことをしてうちの事務所で売り出したいっていうので、そうなんだ、そのやってて、そういう子もこんな感じでね、こんな感じの歌、牛乳ごっくんとか言ってね、本番本当にごっくんごっくん飲むの。うわ面白い、すごいパフォーマンスする人で、うん、好きです。えのけんさんに抱っこされたとかさ、そうなの、うん、そういう経験があって、その子を思い出した。だからこうなんかそういうのがあるかなと思って、うん、なるほどね、うん、お便り行きましょう。お便り行きますか、はい、ないんでね、これちょっとあのメールから、メールから行きましょうか。メッセンジャー来ました、うん、アトランタの、アトランタからちとむさん、ちとむ、もうワールドバイルド、ワールドワイドだからカノンさん、はい、松下さん、鈴木さん、こんにちは。アトランタ行くだね今ね、うん、先週末で夏時間が終わりました。あ、そうですか、うん、夏時間終わって、時差が14時間になったアトランタからです、はい、夏時間の時はこちらの夜11時が日本の正午です、うん、が夏時間が終わると夜10時が日本の正午なので、なるほど、稽古から帰ってきて油断をしていると音楽魂が始まってしまうので気を引き締めていきます、はい、ちなみに来年からは夏時間廃止になります。だって、あ、そうなんだ、そうなんだ、そういうことあるのね。音楽魂ライブお疲れ様でした。 ありがとうございます。ありがとうございました。汐留ブルームード本当に、ね、ご来場いただきましてありがとうございます。本当にね、あのね、たくさんの方が集まっていただいてね、うん、はい、あの本当感謝申し上げます。あの金子麻里さんのね、フィフスエレメントウィル、かっこよかったですね。しびれたね。あのなんだろうな、あのこうなんか年季が入ってるっていうか、うん、もうねすごいね、すごいかっこいい、やっぱりサウンド作りもすごいし、まあ、金子さんの要するに存在感、ね、マリさんのね、うん、存在感もすごいし、あとあのリエリー金平さんね、ピアノね、田川の、はい、で菊田俊介、あのブルース、ショーゴン・オブ・ザ・ブルースの菊田俊介さん、はい、で私のバンドっていうかね、それで一緒にやりましたね。ね、お世話になりました。で、つとむさんはね、音楽は配信ライブを楽しんでいただいたようで、そう、配信やってんだけど、ね、カメラ7台でやってんの、はい、あ、すごい、すごいよ、ね、もうすぐテレビ、うん、もうね、ね、配信俺もちょっと見たけど、はい、音もすごいし、はい、もうバッチリだね、ね、うわ、はい、ライブ配信は途中から参加でしたが、はい、アーカイブで見られなかったものを取り返しています。
はい、2週間見れますからね、見放題ですからね、はい、前回の音楽魂ライブは参加したので、うん、参加できなかった今回は配信で見られたとはいえ、うん、なぜか悔しい気持ちが湧き上がる。やっぱりその生の ね、 そうですね、あのステージとはまた ね、 違うので、ね、カメラも贅沢な使い方で臨場感があり、うん、すごく良かった、うん、で、ありがとうございます。でもやはり生で見たかった。出演者の皆様圧巻です。次回は必ず行きます。おっ、来年またねお会いしたいと思います。皆様ね、お待ちいただきたいと思います。音楽魂ライブってあの音楽そのジャンルじゃなくてね、あのラジオつながりの方たちをゲストに来ていただいて、あなたも出る可能性ある ね、 ね、 ね、頑張ります。頑張りましょう。頑張りますね。続いてですね、ラジオネーム鶴見の九州男児さん、あ、どうもありがとうございます、ね、ありがとうございます、はい、11月11日爽やかな秋晴れの青空ですね、はい、本日42年働いた会社の最終出勤日、あ、そうですか。そして退職日です。あ、おめでとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。18歳から60歳まで、わーすごい、振り返ることなくあっという間に過ぎた時間の速さに驚くばかり、大切なものをたくさん拾い忘れたように感じます。なるほど、ね、少しだけ休んでこれからを生きるための仕事探しに頑張るぞ。なるほど、また仕事をされるんだ。リクエストは風の中で立てていただきました、はい、ありがとうございます。あの時間が、ね、ありましたら、ね、これから楽しんでください。少しね、ゆっくりしていただいて、本当にね、それはな、あ、長いあれでした ね、 ね、そうですよね、素晴らしいね、素晴らしいです、うん、続いていきますかね、はい、加納さん、としみさん、鈴木さん、ゲストの赤太郎さん、はい、こんにちは、はい、今日もお天気が良くて暖かい、小春日和です。これはね、笑顔さんですね、笑顔さん、岡山 の、 あの岡山の方ですね、はい、先週のお寺参りはとしみさんの故郷、うん、高知に行きました。あら、あ、そうですか。初めて四万十川を眺めながら宇和島まで行きました、うん、わあ、私の住んでる本当に地区ですよ。さあ、そうなん、新華橋もゆっくり歩きたかったのですが、うんうん、時間の都合で残念でした。次回はゆっくり観光したいです、うん、四国行ったことないんだよね、俺。高知行ってみたいね。そうですね、うん、田んぼが広がる静か、静かな自然な豊かな空気の、うん、美味しいところで育たれたから、うん、としみさんはとっても素敵な歌声なんだなと思いを馳せました。ありがとうございます、ね、そして音楽魂ライブ、はい、ボリューム6、はい、加納さん、としみさん、鈴木さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。配信で楽しませていただきました、うん、最高に楽しくて感動感動感謝感謝のあっという間のひとときでした。あ、まあ、ありがたいです ね、 なんかね、本当、りーちゃんとしゅんさん、同じ曲でバンドメンバーブルースカンパニーとはまた違った雰囲気の音を奏でられ、うん、素敵な演奏でしたね、うん、あとは金子まりさんの独特な歌声はスーッと心に入って感じ、そしてやっぱり星、感動しました。はい、星 ね、 ね、音楽魂でつながった仲間が集まって演奏できるなんて素晴らしいですね、うん、丸山恵子さんやブルマツバラさんのお顔も見えましたね、うんうんうん、素晴らしい音響と映像で配信してくださることに改めて感謝します。ぜひ来年もお願いします、うん、ということです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、ねね、さて、ゲストの赤太郎さん、はい、名前の由来も気になるところですが、うん、ホームページの歌を聴かせていただきました、うん、日常あるあるな歌詞にぐっと心に響く感じで良いですね、うんうん、親子丼は旦那から手抜きしたなと言われたことがありますよそういえばそれ以来あまり作っていないことに気づきました。今日も楽しく聴かせていただきます。リアルタイムで聞けないので YouTube を楽しみにしています。 あ、 ありがとうございます。 YouTube もね、あの、はい、鈴木さんに作っていただいてね、はい、あのおそらく、まあ、明日ね、以降になると思いますからね、はい、ご紹介しましょう、はい、ありがとうございました。うん、親子丼、親子丼ってあるの、親子丼っていう曲があって、ほうほう、最初作ろうと思ったのが、私がその、うん、料理がすごく苦手で、うん、あの分量を覚えられなくって、うん、分量を歌にしたら覚えられるやと思って、うん、あ、そうなんだ、水が4、醤油1、みりん1っていうのを入れて、そうそう、最初に入れて作りました、うん、そしたらもう中で作れるようになったので、あ、なるほどね、歌にするっていうのは、そうです、なかなかのね、うん、そうです、本当に、はい、親子丼、親子丼親子丼ってどこ、親子丼は、あ、もう簡単に、ね、後ろの、はい、あ、そうか、そうか、はい、そうです、そうなんです、ということでね、はい、生歌いく、もう一曲、はい、曲、うん、じゃあもう一曲、うん、ギターですが披露させていただこうと思います、はい、そのちょうど親子丼を作った私、うん、旦那さんがいるんですけれども、うん、はいはい、旦那さんと夫婦になった時に作った曲をお届けします、うん、はい、夫婦という曲を、夫婦、はい、うん、
なたと初めて出会った時、私は温かさを感じました。私は初めて、この先もきっとあなたと一緒だと感じました。あなたはいつでも私のそばで、くだらぬ冗談を繰り返す、そんなどうでもいいような時間が私はとても好き。どれぐらい曲があるの？今120ぐらい、はい、はい、あります。いつ頃から作ってるの？19ぐらいから作り始めて、がっつりやり始めたのは20歳からで、ちょうど来年で10周年に、はい、なります。うーん、でね、ライブの今回ライブで東京に、はい、ね、来たんですよね。はい、ライブの宣伝をちょっといいですか、うん、ありがとうございます。今日、うん、もう本当に今日の金曜日なんですけど、今日の大塚のライブ&、うん、ライブ×バーマルっていうところで、うん、今日歌わせていただきます。ライブ×バーってライブバーマルっていうところで、はい、で、時間が18時半スタ、うん、オープンの19時スタートになっております、うん、なるほど、ね、はい、料金が、はいはい、料金出してなかった、うん、2500円か3000円か、ちょっと待って焦らんでよ焦らんでよかばい、ごめんなさい、せっかくいただいたのに大事な時間を、ね、申し訳ございません、うん、出しとけばよかったです、うん、すみません、うん、それは単独じゃないの、はい、今日はスリーマンで3組出ます。あ、3組で、ね、全員女の子弾き語りで、あ、前3000円プラスワンドリンクになっております。なるほどね、はい、大塚のライブ
ライブバー丸って、はい、もう丸って、ね、はい、丸っていうところで、うん、泉真美さんという方の主催で出させていただきます。なるほどね、はい、今回はあのどことどこやったんですか。今日は、9日に DY キューブっていう下北沢にある、うん、あの結構若い方がいっぱい出るようなお店に出させていただいて、はいはいはい、昨日は代官山にあるノマドっていうところに出させていただいて、そうですか、はい、それで、ま、あのたまにこっちに出てくるの。はい、あの来年もだ、まあ、年に3回から4回行きたいなって今思ってる感じですね。コロナ前までは毎月来てたんですけど。あ、毎月、はい、すごいね、はい、ね、あのやっぱりなんていうかな、あの、まあ、こうやってラジオで流したり生で歌ったりすることもね、はい、あのどこで誰が聞いてくださるかわからないからね、はい、でもあのいい曲だしね。ありがとうございます、うん、今後も本当頑張っていただきたいと思いますね、はい、お便り、はいはい、うん、ミキさんからいただいて、博多のミキさん、あ、ありがとうございます。知ってる、いや、ミキさん、あ、ミキさん、わかります、ね、さんのミキさん、ミキさん、そうそうそう、そうですよね、そうそうそう、あ、ミキさんだ、ね、皆さんこんにちは、晴れてる博多です、うん、とはいえ昼間と夜との、寒暖差が激しくなってきましたね、はい、先週のジドレさんに福本さん、うん、この番組では珍しいクラシック系の音楽、クラシックの、リトアニアの方なんだけど、ジドレさんっていうね、あのバイオリニストと、あのピアノのジャズですね、はい、ね、うん、音楽聴けてた、素敵なお話も聞けて嬉しかったです、はい、そして今週のゲストは、うん、なんとあの凱旋ライブの時にオープニングを飾った赤太郎ちゃんじゃないですか、うん、ようこそ音楽魂本編へ、うん、ね、以前にも友達のライブで体験したけど、うん、この間もやっぱり自分の世界を持っていて、うん、日常の切り取り方が素晴らしいなって思わせてもらえた、ありがとうございます。今日もその素敵な切り取りを感じられる歌詞が伝わる歌を楽しみにしています、うん、ただし一息で全部歌おうとしないで深呼吸するようにだって、はい、どう、まあ、すいません、言葉がさ詰まってる時がところがやっぱり今の人よくあるじゃん、あ、はい、あ、そうなんです、ね、だからこう、はい、俺は歌えないよね、ああいう早口言葉じゃできないから、いや、そうなん、前回、うん、あのオープニングアクトを出させてもらった時に緊張しすぎて、うん、めちゃくちゃ力が入ってたんですよ、うん、でそれで、うん、あの MC をすごい一息で喋ってて、うん、ミキさんからタロちゃん深呼吸してっていうのを客席から言っていただいた方なんですけど、はい、今日は深呼吸して全然大丈夫、落ち着いてるよね、うん、でもあの今日の方がね、なんか俺はイメージがすごくあの、はい、いい感じ、あ、嬉しいです、あのね、久しぶりにね、会ったけど、はい、なんか落ち着いてるっていうかね、なんかいいよね、 ありがとうございます、ね、うん、嬉しいです、うん、リクエスト、うん、この間聞いて大好きになった大器晩成あの、ピアノじゃないとできないです、そうそう、ああ、ピアノじゃないからね、ピアノで本領発揮しないとね、本当に、まあ、大器晩成、はい、っていう曲が、うん、いいね、もう私は死ぬ時が一番最高って言いたいなって思ってるので、なるほどね、カナオさんはリバーサイドマイホームタウンだけど、はい、いつも通り何でも OK です、カナオさん久しぶりの音楽魂ライブを楽しみます、うんうん、お楽しみ様でした、うん、配信の画質も音質も素晴らしく、あ、ありがとうございますね、いま、うん、だに楽しんでますよ、あ、本当、しゅんさんにはおいらが総合 MC を務める、月末の佐賀ブルースフェスで会えるんで、あ、そうなの、 MC やるんだね、今月、うん、その話題も話せそうで楽しみです、なるほど、あ、そう、来週はシルバーバックですね、はい、いつも通りかまして巻き込んでくださいませ、今週か、そう、今週だね、もうね、シルバーバック、あの横浜館内ですね、館内ね、シルバーバックで投げ銭するっていうのは俺ぐらいのもんですよ、いや、あの特別、そうね、それでまあ特別っていうか、あの加納商店で3人でねやるんで、うん、あの渡辺武史、加納志郎、松下利美という、だからね、じっくり歌います、あのこの間もちょっとだから、あのブルームードもね、うん、あのまあそんなに長い時間は、まあ、3組4組出たからね、できなかったけど、あのじっくりね、あのやらせていただきます、シルバーバック、これは11月今じゃあこの話のついでに、うん、じゃあついでにちょっとライブの告知を挟みながらやらせていただきましょう、はい、11月16日水曜日ですね、はい、これね、シルバーバック、館内、駅からすぐですね、これで、来週19日が日本松、
空っていうね、空っていうね、初めて行くところで福島ですね、福島県、はい、福島二本松空、これが19日、はい、それで、11月20日、これは私の誕生日ですね。おめでとうございます。すごい、おめでとうございます。バースデーライブはやらんって言いながらやるんだね。もうバースデーライブはもうやらんつもりやったけど、はい、これは須賀川、はい、福島プカプカでやりますね、11月20日。でプカプカのね、それがもう、ブルームードに来てくれてね、感動しましたよ。びっくりした。びっくりしたね。福島から。へぇー。汐留まで。で、サプライズでね、その、ね、ぷかぷかの、マスター、ね、ケンイチさんとか、ヒロ君とか、しんちゃんとか、あと、ひろこさんね、みんな来てくれて、もう感動したよね。気合が入った。ね。はい、ということでね、あ、まだお便りが続きがあるんですあ、ごめんなさい、はい、途中下車しました、はい、カナオさんのライブはお客さんが最後に最高の笑顔になる、うん、カナオさんのライブやっぱり最高ですって、ありがとうございます、オイラは先週の金土、2日連続で青ちゃんこと青山春弘くんの歌を楽しみました。R&B のね、そうですね、青山春弘くん、自分が MC じゃなかったし初めて全力で楽しめました。お土曜日はその前には友達のコンサートの MC を務め、うん、太宰府市長の紹介などをしましたが、うん、11歳も年下だったんでびっくりしました。あ、だいたいもうそういう年になるかも ね、 うね、うん、ありがとうございます、うん、ね、俺だって今度の20日で68だからね。68、うん、あ、8ですか、うん、あ、私この間聞いたのにもう忘れめっちゃ前半って今前半だって、そっか60代かと思いながら、そう、68だよ、すごいですね、ねえ、もうね、どうしよう、68だよとか言ってんだよ、かっこいいですよ。すごい。でも、あの北さん72歳であんだけもうかっこよく動いて、あのね、北九一さんってかっこよかったな、うん、やっぱりあのパントマイムとかやられてるから、あ、もう体がもう出来上がってて、ね、やっぱりかっこよかったな、うん、いでたちがかっこいいよね、もう立った、もう何て言うの、もうなんかね、うん、じゃあまあ金子真理さんはもう存在感がねあるし、いや、ちょっと刺激をいただきました、そうですね、なんか本当にみんな喜んでくれて、なんかそう、あの昨日も真理さんから電話いただいて、あ、本当に、うん、いや、カノオくんやっぱ若いねとか言われて、その感想、いや、でなんかあのやっぱりなんか兄貴っていう感じなんだねとか言って、本当ですか、うん、今度飲みましょうっていう話して、あら、うん、そう、お酒飲んでね、はい、いやね、そう、丸山恵子さんもね、なんかすっごいあの感動しましたっていうメールをいただきました。あ、丸山恵子さんもお越しいただいてね、本当にね、嬉しかったですね、みんな、あの音楽魂のね、出演された方もたくさんね、うん、いただいて、ということでですね、はい、一曲じゃあ、カナオさん、うん、いきますか、なんかやる、そろ風の風の中で、風にそっち行っちゃった、リクエストがあったか、お今じゃなくてね、うん、まあリクエスト来たから、はい、風の中、うん、そうそう、ちょっとやりますか、ちょっとやったことないけど、なんか適当にふーとか、はい、わかりました、言うて、はい、九州男児さんね、うん、退職されるからね、そうですね、おめでとうございます、ちょっとこのマイクもらっていいか、はいはい、こっち、うん、この街じゃ冷たい風が吹いていた、生まれたところもいつの日か知らない街になっていた、めきはいつでも他の間に消えるもの、悲しみはいつしか通り過ぎるもの。
て俺の体をすり抜けた春の嵐によく似てた風の中で立て道が険しくても夢の中で咲け時が切なくても花の城、風の中へ立てお届けしました。いやいや、ありがとうありがとう。もう私ちょっと泣きそうになっちゃった。いやいや、泣いてよかよということで、あっという間の1時間でした。あっという間でした。ね、ね、またお会いしましょう。頑張ったね。ライブ頑張ります。今日のライブ頑張ってください。頑張ります。本日のゲスト、赤太郎さんですね。ありがとうございます。お相手は、はい、松下俊美、花の城でございました。また来週お会いいたしましょう。 See you next time、はい。思い出が流れる
りを埋め尽くす行き交う人の中に幻を見たんだ後ろ姿優しいあの人は今はない人の心